両者ともに前節は勝ち点3を奪えず迎えた第2節です。マイナビ仙台レディース対ジェフ千葉レディースの一戦です。14分マイナビ仙台のシーンです。絞った位置からカーラバウティスタのシュート。今日はまあ絞った位置、それから逆サイドまで顔を出していろんなところに顔を出していた印象です。33分千葉レディースのシーンです。田中の浮き球、加藤内から拾って一度阻まれましたが入れ替わった山口、右足セカンドボール、いい反応から攻撃につなげました。前半のアディショナルタイム、マイナビ仙台のシーンです。これは大きな決定機でした。武田七子、入れ替わってのシュートは枠を捉えられず、ただこの武田の積極性、それから背後への動き出しというのは今日いくつか見られました。49分マイナビ仙台のシーンです。左サイドうまく循環、カーラのターンからヘディング、中島ドンピシャでしたけれども正面でした。カーラがいい反転からチャンスメイクという形にもなりました。先制ゴールのシーンです。54分、大沢のクロスにはニア触った田中、最後ファーサイドで鴨川でした。ニアで潰れるという言い方になるんでしょうか。この田中のスラッシュ、目線は完全にニアサイド、ファーで鴨川が反応していたというシーン。鴨川は2戦連発となりました。このゲームは1対0、ジェフユナイテッド市原、千葉レディースが完封で今シーズン公式戦初勝利、この大会勝ち点3獲得ということになりました。